皆さんこんにちは、田鶴翔吾です。今回皆さんにおすすめする漫画はこちら、シャーマンキングです。いやーもうね、シャーマンキングはなんと再アニメ化が決定いたしました。シャーマンキングは小学生の頃から読んでたし、もう言ってしまったら青春のバイブルみたいな、そういう一冊なんやけど、まあ、この作品をね、まあ、知らん人もおると思うんで説明すると、主人公朝倉陽が阿弥陀丸というね侍の幽霊がおるんやけど、その阿弥陀丸とタッグになってシャーマンキングを目指す物語なんや。阿弥陀丸を体に憑依させる憑依合体で戦う方法もあったりとか、阿弥陀丸は侍のね霊なんで具現化させる、オーバーソウルって言うんやけど、具現化させて戦う、バトル漫画としては殿堂入りの漫画なんやけど、まあ、この漫画で何が一番おすすめかって言ったら、その主人公朝倉陽、これ実はね婚約者がおるんよ、フィアンセがアンナっていう、すごい共済家のフィアンセがおんねんけど、まあ、そのアンナが、まあ、こうちょっといい感じでね、主人公のヨウをお尻で叩いてんじゃないけど、こう、あんたもっとやりなさいみたいな。コメディ要素もあって、バトル要素もあって、盛りだくさんな漫画なんで、ぜひぜひ読んでもらいたい一冊です。じゃあまあ、そろそろ行ってきますか。恒例の、シャーマンキングクイズ。なんかクイズやらば気が済まんみたいな感じあるやん。なんだその僕ら二人ともね、シャーマンキングを読んで育ったと言っても過言じゃない2人だからね、問題は簡単になっちゃうかもしれないんだけど、前回のさ、鬼滅の刃クイズは罰ゲームがあって聞いてなかったけどさ、もちろん正解したらご褒美があったわけでしょきっとね。まあ用意してなかったんかい。いや、せめて今回はさ、全何問全3問かな。全3問ね。じゃあさ、3問ともクリアしたら、もう結構自信あるからね。Amazon ギフトカードを1万円分をね、これ。問題。第1問は、簡単な問題を用意してます。うん、主人公、朝倉陽の親友は誰でしょう。親友、人間ってことでいいんかな。小山田万太。正解。まあ、これはね、余裕よ。これ分かんなかったら V を止めてるわ。まあ、そう、うん。第2問。もう行こうか行こうか。いいよ。移りたいんですが、うん、好きなキャラクターって。あ、おるよ、うん。1位は朝倉ハオ。ちなみに2位は、うん、?2 位はタオレン。あの、このちっちゃいね、中華三昧使う角生えたというか髪の毛がね、特徴的な。ちなみにじゃあ、女性キャラやったらどうよ。女性やったら、まあ1位はアンナかな。主人公のな、フィアンセだし。じゃあ2位は ?2 位は、タオジュン。お姉さん。そう、タイルもいいし。ちなみに、3位は ?3 位か。メイデンかな。アイアンメイデン。うん。そんなアイアンメイデンから、問題。待ってください、ちょっと待ってや。アイアンメイデンって言うまで俺を待ってたよ。問題。はいはい。アイアンメイデンって率いる X ローズ。天使のチームね。そんな X ローズのチーム3つございます。はいはい。では問題。X3 のメンバーをフルネームでお答えください。いや、どんな難問やねん。X3?フルネーム、確かになんか登場シーンとかは結構さ、X3 なんちゃらみたいなバンバンバンって出てくるやん。ミーナ。おお。何ミーナやろ。ミーナだけでとりあえずいい。違います。違うんかい。待って一人だけ、まあ、おっしゃった女性キャラ、うん、ミーネ・モンゴメリ。ミーネ、ミーネか、モンゴメリ。一人はさすがに分かると思うんだ。身を挺してスピリット・オブ・ファイヤーを倒すために、ああ爆弾を、はい、分かった、あのこうなんかこう軍人のようなね、う目が白くてなんか黒目ないキャラクター、ガブリエルの精霊やったっけ、なんかね結構ガタイが良くて黒人みたいな、ドン・ロジャー。おー、あとじゃあもう一人ね、三人チームだからね、あれミーネはさ、ほらあのスピリットオブファイアにバーンやられたやん。そうで、ミーネが死んだっていうシーンでこう印象的やったんやけど、あと一人、最後の一人に関しては怖いかもしれない。仮面をかぶってたかな。あー、あのちょっとこうピエロみたいな仮面ね。幼い頃確かハオに焼かれてね、やけどした人や。でなんかお前にやられたんだよね。そしたらもうハオにブーン燃やされて終わったやつさ。そう、いや覚えてるわ俺も。あ、ロベルト・パッチョ。絶対違うやん。残念。じゃあ
ちなみにさ、問題前回は鬼滅の山を登ったよ、うん、今回罰ゲームとかあるの？まあ、今回はテレビアニメまたやりますよと、うん、いうことだったんで、シャーマンキングの聖地でも回ってみましょうかと。でシャーマンキングの聖地って言ったらさ、うん、恐れ山ってこと？青森県の影信山は分かった、うん、影の山は分かった、うん、でも恐れ山はさ心霊スポットやん、あれって、あーねー、結構ガチので、俺ほら心霊あかんし、やっぱほら、ね、幽霊の方たちの地域を荒らすっていうのは良くないから、それはなし。まあいいでしょう、もうええんや、まあ楽しみましょうっていう回ですね。特権使いまくりやん、うん、前回山登って疲れたからもう山嫌みたいな相当へばってたもんな。まあ、今回は近場で言うと、うん、マタレイエン、おー、これもマンタがよう泊まった場所か。そうそうそう、もう一つ踏ん張りが丘、はい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 、うん、マタレイエンも、まあ、もうそのまんまタマレイエン、あ、じゃあ東京か、うん、ホロホロと戦ったところはさ、うん、サンシャインシティ、サンシャインの池袋もね、よう覚えとるわ今回はさ、じゃあまあ問題間違えたけど、うん、全3問、あと1問あるでしょ、あと1問ある。これをね、見て興味持ったらシャーマンキングっていう漫画を読んだことない人は見始めて、読んだことある人はもう一回読むっていう機会でいいやん、うん、でほら俺らが聖地巡礼、うん、これでええやん。じゃあもう3問目いこうよ、最後はもう俺がバシッと決めたらもう次聖地巡礼、はいどうもってなるから。改めて聞くんですけど、うん、一番好きなキャラクターは何でしょう。まあ、ハオ様ですよ。そうですね、ハオっていうと、うん、決め台詞、まあ、あれね、ちっちゃいな、そんなちっちゃいなから問題です。小さいことで有名な小山田マンタちょっと待って、問題です。待って、全然ハオと関係ないやんけ彼の身長は何センチでしょう。めっちゃちっちゃいぞ。ヨウとかと歩いてて、ヨウとかが普通の身長ぐらいとしたら、うん、102センチとか。ああ、ちなみにその102センチの2センチはどっから来たの？なんか人間味あるやんいや一応ね、幽霊とは違うんだよ。ああ、なるほどね。なんか50センチとかやったらさ、なんか動物っぽい、ね、うん、102センチ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。わからないよ。正解は80センチ。80？結構ちっちゃくない？ほぼ君倍以上マンタより身長あるってことだよね。いやそれはもうあと185やから、マンタが 2.2 マンタぐらい2.2 マンタっておもろいな。結果としてね、はい、お粗末な正答率になりましたので、予定通りシャーマンキングの定時を巡る、まあね、旅ロケととか言いましょうか。おお、それは楽しみやね、うん、恒例の聖地を巡るという V 振りを。おお、行きましょうか。キューこれから、シャーマンキングの聖地巡礼に、行くぞ。路上に捨て腐れ、やるせなさ。途上に捨て腐れ、やる気なし。愛は出会い。別れつけた布切れ、恐れざるボワール。いやもうさ、このパターンしかないんかい。いやもうどうでしょうが好きな二人やん。ただただ。のまあ、というわけでね、いきますか。うん、はい。